はい。えー、ホワイト米州館内法省になります。はい。えー、今日はですね、あのー、今日はちょっと質問コーナーではないんですけど、質問コーナーは別途やるんですけども、えっ、ー、と、先ほどですね、えー、見たニュースによるとですね、はい。えっ、ー、と、毎日新聞、ね。えー、晴天の霹靂レ蒼天の剣。はい。ごちゃ混ぜだったなんて。肺翼混合。 ブランド信じた消費者を裏切りというタイトルで、えー、記事が書かれております。はい、ね。で、一体これどういう話かというとですね、えー、いろんな、あのーまあ、ガソリンスタンドがあると思うんですけども、いろんな会社があると思います。で、そのいろんな会社がですね、あのー、ガソリンを、オクガソリンを仕入れているところが同じところだった。 まあ、要はそういう話です。はい。同じ製油所のタンクに入っている廃浴ガソリンを違う会社がそこから買ってって独自ブランドとして売っていましたよ。っていうことで、えー、まあ、大騒ぎしているということなんですけども、はい。 えー、多分ね、これ非常にこう賛否両論分かれる話になってくると思うんですけども、まずね、何が問題なのか、まず何が、何が問題なのかっていうところにフォーカス僕していきたいと思うんですけども、まず、このね、毎日新聞のね、タイトルの書き方が問題だと思います。はい。ね、えー、ごちゃ混ぜだったなんてって書かれると、 あの、オクガソリンとなんか別の油を混ぜて売ってたんじゃないか。要はその、不正ガソリンをね、えー、やってたことの話なんじゃないかなっていう、まずイメージがつく、ついてしまいますよね。で、記事を読んでもですね、半分ぐらいのところまではそういうふうに思わされてしまうような書き方しちゃってますよね、これね。 あの混ぜてもバレないと思ったのでは、混ぜてもとかね、ごちゃ混ぜだったとかね、えー、そういう書き方をしてますよね。だからこれね、ちょっと悪意ある記事だなって僕思います、はいあの。悪意を持って、えー、要は票を稼ごうと思ってる、その、なんていうんですかねあの、視聴数を稼ごうと思ってる記事なんじゃないかなっていうふうに僕はね、ちょっと思いますね。はい、まずこれね、タイトルが悪いと思う。はい、でもう一つ何が悪いか。うん えー、これ確認してないんですけど、もし各社がですね、独自製法、独自開発、独自開発した独自製法で独自の成分としてのブランド名を歌ってた。うん。としたら、その宣伝の内容については嘘になっちゃうなっていうところはありますね。じゃあちょっと調べてみましょうか。例えば、あの、有名なところ、この辺でもよくいっぱいあって、僕もですね、カード持ってる。

なんでかっていうと、あのー、くそ、くそ、殴ったねまあいいや、えーと、<laughs> うーんと、とりあえずね、今ね、さーっとこう読んでみますけど、特に独自製法、独自開発、みたいなことは書いてないですね。 ま、エンジンをクリーンに保つ。ぐんと伸びのある加速にする。ね。環境安全に貢献。えー、トップレベルの走り。うん。ええー、というふうに、しか書いてない。うん。です。はい。だこれをね、もし独自製法で作って、あれしてますよっていうふうなことを書いてあったらちょっとまずいわけですよ。ね。でも今んとこ、 まあ他のところは分かんないけど、まあ今ね、あの僕収録中なんでそんなに詳しく調べるわけにはいかないんですけども、あのーそうは書いてないわけですね。はいじゃあ、あの結局この話、何なのどう,いうどういうことなの、えー、ってなってくるとですね、まあ 要は元請け、えー、もともと生産している声優女王が出しているクオリティが一定の基準を満たしているのであれば、特に問題のない話じゃないかなと僕は思います。はい、正直ね、燃料をどこで入れるかって安いか高いでしょ。あとあのポイントつくかどうかって。 っていうのと、そこの割引券持ってるかどうかっていうのと、あと、あの、ドトールでコーヒー買おうかなとか、あの、セブンイレブンついでに寄ろうかなとか、あの、そういう感じで入れてると思うんですよね。だから僕ね、まあ僕の方は、廃翼なのはバイクだけなんで、成分を気にして入れるっていうのは、まずないですね。まずない。で、 あの、車の方はレギュラーだからそもそも値段しか見てないけど、だそれがその一定の基準を満たしているということであれば、特に問題ないんじゃないのって僕なんか思いますけどね。えー、日本産業企画ではあ、レギュラーのタ単価は89以上、配慮は96以上と規定するとあるんですけども、あのー、これ、えー、実際、実測してみるとですね、あのこれよりも全然、えー、多い値が出てくるそうですね。 はい、という話もあるぐらいです。はい、うん。ね、なんか、まあ、ただその、このね、ガソリンそのものの、えー、精油だとか、 あのそういうところにまつわる部分っていうのは、わりとわれ我々に直結するじゃないですか、消費者についてはですねあのガソリン必要なもんだから直結してくるじゃないですか。だからこの手の話ってこう結構火がつきそうな感じがするんですけども、一番悪いのは税率ですからね、ガソリンにかかっている税率のパーセンテージってものすごい割合がかかってます。これ前も僕ね 動画にしたと思うんですけども、今いくらなんだろうガーソリンで税率で調べると、えっとね、53.8円、変わってないな。はい、53.8円かかってますね。はい、だから半額近くの金額がもう税金なんですよ。で、そのうちの半分ぐらいっていうのが戦後復興税ですからね。 あの第二次世界,世界大戦の。はい、そういうのがいまだにこう続いてるんです、ね。これと同じことがそのうち、えーね、シンコロでも大きいんじゃないかなと僕は思ってますけれども、そこの部分が問題なんですよ。で、それがプラスされた金額にさらにプラス消費税かかってるっていうのが問題。で、じゃあ、それをね、売るためにはどうしたらいいのって言ったら、それ以外の部分のお単価を下げるしかないんですね。価格競争になってきますから、あのスタンドも乱立してるから。 そのためにいろんなコストをカットしていかざるを得ない、えー、その中で、えー、各社ですね、製、え、油、ー、所からあの買っていくわけなんですけども、要は自社でオリジナルの自分の製油所を作って、えー、ガソリンを作るっていうことは、多分ぶんコスト管理上無理なんですよ。だからいろんなあのメーカーが、ああのまあ、外注って言っていいのかな、わかんないですけども、製油会社からこう買っている。 ただそれだけの話です。ただそれだけの話。うん。前から知っててよそんなん普通じゃんっていう人の方がね、多分うちの視聴者さんだと多いと思う。で、これ、実際今回このガソリン廃棄のことでニュースになってますけれども、オイルもそうですからね。あの、これ。これね、あの、僕ね、みんな知ってると思ってたけど、 オイ,ルオイルブランドいっぱいあるでしょ、ね、あのいろんなオイルのブランド、メーカー、種類があると思うんですよ。一つのブランドからしても、その中でもいろいろ種類があると思うんですけども。あれは、ね、複数の材料を混合して作ってるんですよ。ね、あの複数の材料、要はレシピがあるんです。ね、あの塩何グラム、砂糖何グラム、小麦粉何グラム、水何グラムみたいな感じで合わせるとパンケーキになるよみたいなのあるじゃないですか。あれと同じで レシピがあるんですよ。そのレシピがオリジナルであるだけで、それを混ぜてる元の材料っていうのは各オイルブランドを買ってますからね。その声優所から。ね。A という会社が使っているものを、B という会社が使っているもの、元を正せば材料同じです。はい。そこで、その材料でも小畜梅がある。それはわかりますよね。で、そこの各コストで、 これを使うと単価が高くなる。でも性能が良くなる。で、それをたくさん使うともっと単価が高くなる。でもそれを抑えることができれば安くなる。それよりもランクの低い、同じようなあ、ね、効果のあるこれを使えばもっと安くなるけど、持ちが悪くなるとか。そういうのを考えて、今後してこう作ってやるっていうのがエンジンオイルなんですよ。はい。だから、そんなのね、あのー、そんなのつっちゃあれだけど、 ね、この毎日新聞の記事読みのね、こうタ,タイトルみたいにですね、あの、ごちゃ混ぜだったなんてっていうふうに書いたりとかっていうのは、こう、消費者の不安をこう煽ってるだけだからね、あんま良くないんじゃないかなって僕ね、思うんですよね、これね。そんなこと言ったらオイルだってごちゃ混ぜですよ。ね、本当に。うん。まあ、あのー、 これ、えっ、ー、とですね、トレンドにも上がってきてたんで、僕もね、あの、まあ、あの、ガソリンを扱う、ガソリン売ってるわけじゃないけれども、ガソリンに世話になってる業界の人間なんで、えー、ね、あの、ガソリン会社、ガソリン、ガソリン会社っていうのかなガソリン売ってるブランドの会社の方を、ちょっと肩持ちたいなって思います。はい。あの、こういうのって、すごい税金がかかっている商,商品を売ってる場所っていうのは、あの、まあ、あ 儲かってますよ、それね。儲かってはいるんですけども、それと同時にいろんな苦労してるわけなので、やっぱね、うん、税金でこう、がっさりこう抜、抜か、抜いてる抜、抜かれるっていうですね抜、抜いてしまう、抜く、抜くことで精神が安定するみたいなですね。あの、商売っていうのは結構大変なもんですよ、これね。まあ、そういうことですよ。 うんね、もう、このごちゃ混ぜだったとか書くとね、なんかレギュラーもが灰をこうみんな混ぜて売ってましたみたいな、なんかそういうイメージになってしまいますよね。ほんと。ね、ただまあ、あのー、スタンドに対してすごく思い入れがあって、 あって、そこのね、あの、油に対してすごくこう思い入れがあるっていう人にとっては違うかもしれない。あの、騙されたってなるかもしれないけどね。でもないでしょう。あんまないんじゃないですか。ね、僕の場合はもう本当あの、ポイントがつくとか、マイルが貯まるとか、あの、5円引きになる、4円引きになる、そういうカード持ってる割引券がある、ドトールがある、セブンイレブンがあるっていうところしか見てないから。うん、それしかないよね。そのために、ね、あのー、 某スタンドがあるからそこまで行くとかね、あの、2、3個並んでたら、あの、そういうとこ選ぶとかね、そういうのありましたけども、うん、あんまりこだわりないよね。あんまりない。あんまりない。うん。だって、3つしか選べないもん。ハイオクと、レギュラーと、あと、軽油。ね、3つしか選べない。で、軽油はうち使わないからあれだけど、うん、関係ないね。 そう。えー、そんな感じで、えー、とですね、あの、記事を拝見したので、えー、私の方からもちょっと、試験を述べさせていただきましたです。はい。えー、今日もご視聴どうもありがとうございます。えー、今日はですね、質問コーナーではないんですけども、こんな形でお送りさせていただきました。はい。えー、コメント欄はフリーになってますので、えー、皆さんですね、もし言いたいことあったら書いておいてください。えー、後で読んでおきます。はい。ありがとうございました。失礼します。